今日は桜坂46の3周年ツアーを見に代々木体育館に来ています。なんとアリーナ席の最前列の真ん中が当たりました。ちこんな時に限ってメンバーの顔を誰も知りません。桜坂46はみんな同じ顔をしているからです。そうだ、こういう時こそ推しを探そう。本物を見ながら推しを探すなんてなんて贅沢なんだ。ちゃんと顔ははっきり見えるからな。それでは私が物色している間、今回の最新曲桜月を聴きます。風に吹かれて心の中を舞い上がる。せめてもう少し待って。
ありがとうございました。よし、そしてあの子にしよう。時矢田囲の山崎天と池田エライザ2の藤吉佳林、これだ。